久谷大通公園久谷大通は名古屋市中心部の境を南北に貫く道路で100メートル道路の一つである。中央分離帯にある公園も含めた福音が約100メートルほどある。オアシス21から久谷大通を望む久谷大通公園名古屋市の中心市街地に位置する延長1738メートル、平均福音112.17メートルの名古屋市道で 法令上の路線名を名古屋市道久屋台通という、道路の中央部にあるグリーンベルト帯は久屋台通公園といい、その規模は延長百3 8 1メートル、平均幅員七78メートルあり、都市公園法に基づく広告により、都市公園区域に指定されている。戦後、名古屋市の戦災復興土地区画整理事業の 関地方式によって誕生した久屋大通は、久屋大通公園を挟んで東西に分かれて、それぞれ一方通行になっている。久屋という地名は、尾張徳川藩初代藩主である徳川吉直が末永く繁盛することを願って、久屋町と命名したことが由来である。久屋大通の名は、従来より道路の通称として用いられていたが、 1984年に名古屋市が市内の道路の愛称を公募した際にそのまま道路の愛称として制定した外国の道路と姉妹提携を結んでおり通りに面して専門店や飲食店緑地公園があるなど共通点が多いことからパリのシャンゼリゼ通りと友好提携を結んでいる1986年8月10日の道の日に名古屋市を代表するシンボルロードとして 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百0の一つに選定されており、他にも1994年に読売新聞社選定の新日本街路樹100系の一つに選定されている。テレビ等と久屋台通道路福音において、若宮台通や札幌の台通公園をしのぎ、日本一の広さがある。久屋大通には道路本来の機能のほか 名古屋市の経済、社会、文化活動に必要な施設が集まり、鉄道やバス交通インフラと相まって、都心部と生活地域を結ぶ重要拠点の役割を果たしている。地下には、鉄道が走っており、名古屋市へ地下鉄東山線、名城線、桜通線が通り、矢場町駅、栄駅、久屋台通駅があるほか、名鉄瀬戸線も通り、栄町駅がある。 三カ所の地下商店街と合計二千台収容できる地下駐車場が三カ所開設されており、名古屋駅前地下商店街と並び、市内の人通り地上では中央部にバスターミナルがあり、ここから市内に放射状にバス路線が伸びる。特に目を引く施設は展望台もある名古屋テレビ塔で塔の高さは180メートルある。中央緑地帯は 国道19号をまたぐセントラルブリッジがあり、姉妹友好都市のロサンゼルス、メキシコシティ、南京、シドニーとの提携を記念して作られた、神前広場や、各都市から贈られた記念モニュメント並びに、昭風発祥の地文学費など多くの石踏みや彫刻がある。また、噴水や花時計、庭園、それに名古屋式であるクスノキをはじめとする多くの樹木が植えられ、 名古屋市街地の中心の貴重な緑地景観を有する道路空間を形成しており、名古屋都市のオアシスとして市民に親しまれている。各種イベントの開催地にもなっており、名古屋祭りの宵い祭り、丸八の日、環境デー名古屋、音楽コンサートなど年間200件以上の祭りや文化イベントが催される。シャンゼリゼ委員会との友好記念日対平洋戦争において、 米軍の空襲により焼き尽くされた名古屋市の中心部に戦後復興の都市計画の一環として整備された大通りで防火が整備最大の目的であった。名古屋市街の中心を東西と南北に走る100メートル道路を作ろうというプランが立てられ火災の炎症を防ぐため、また市民の避難場所にするため道路の福音が大きく取られ平均福音が100メートルを超える大通りとなった。 100メートル道路を2本、新規で建設を行うためには、道路面積が名古屋市の面積の約2割を占めることと、市内の約280の寺の墓を1カ所に移転させる計画を伴ったため、市民の猛反対が起こった。名古屋市以外のの町からも、廃線した日本にそんなに広い道路は、必要ないと批判が起こったりしたが、防災上の見地から南北に、久屋大通、 これと直角に交わる東西の道路として、若宮台2の建設が始められた。また、建設当初は、飛行機の滑走路ができると騒ぎ立てる人も少なく、なかったと言われる。久屋台通は1963年に完成し、完成から26年後の1989年に、久屋台通発展会と、フランスパリ市のシャンゼリゼ委員会との間で、有効提携がなされ、 パリのシャンゼリゼ通りとの姉妹提携が結ばれた。これは、この数年前に、東京、銀座がシャンゼリゼ委員会に、姉妹提携を持ちかけたものの断られたという経緯を、経ての提携であった。久屋大通北端、外堀通りとの交点部分オアシス21、テレビ塔と地下街、セントラルパークの入り口名古屋市営地下鉄名古屋鉄道、ありがとうございます。